こんにちは、速稼塾の久保です。麻生財務大臣が相変わらずですね、お金は出せないっていうふうに言ってるんですよ。でもちょっと考えてみたら、日銀の巨額引き受け、これは止まってないですよね。上限撤廃して今何十兆買い入れてるんですかね。おかげで日本の株って買い出されてますけども、通常日本の株式、会社の株っていうのはその会社の業績がいいから株価が上がるはずなんですよね。そこに対して信任が得れる、要するに信頼されてる、だからますます株が売れるっていう流れができるはずなんですけども、今回会社の業績に関わらず株価が買い出されられていて、その会社の株を買ってる人がずっと金持ちになっているという現象が起きてます。これは財政出動の一つの形ではないかなと。じゃあ麻生財務大臣は何をもってね、金は出せないって言ってるのか。それは国民の生活に対してお金が出せないっていうおかしなことをね、言い続けてるんですよね。少なくとも企業にどかどかと注入するお金、株式市場に兆という単位で流出するお金、こういったものを考えたら、国民生活支援のために、その暮らしを守るためにですね、10万円一律給付で合計13兆円ほど、これを何回か繰り返したところで、一体ですね、どんなおかしなことが起きるっていうんでしょうね。私考えちゃうのは、国民にお金を配るとですね、そのお金で国民は食べ物を買ったり、飲み物を買ったり、灯油を買ったりね、生活に必要なもの、普段切り詰めていたものを通常の消費ペースに戻すと思うんですよ。そしてその消費っていうのは、実際の企業の商品やサービスが売れることによって結果的に企業の株価って上がると思うんですよね。これこそがまさに健全な姿だと思うんですけども、現在は国民にお金がないから、国民にお金を配らないからお金が使われない、世の中で流通が起きない、なのに企業の業績が上がるというね、まあ空洞した経済ってものがここにあるのかなと。それを実体経済と乖離する株価っていうふうな表現があると思うんですよ。麻生財務大臣はね、そのことを十分理解されてるはずなんですけども、ここまで来ると国民をただ苦しめるためだけに、そしてもしかしたらね、国民の数を減らすためにこういう政策を打ってるんではないかなって考えてしまうんですよね。じゃあちょっとね、画面切り替えて記事の方も読んでみましょうか。どういうことなんでしょうね。はい、麻生財務省の金は出せない発言が暗示する警告とは、というふうに書いてます。あんまりね、楽しそうな記事ではないと思いますけども、最初にね、一つの例が書かれてるんですよ。3人のドクターって書いてます。これはですね、患者を目の前にしてドクター A、B っているんですよ。ドクター A は輸血をすれば怪我や後遺症が出る可能性があるから輸血をしないで手術しよう、要するにお金を配らずに国の復活を待っていようってする例です。で、ドクター B は、まあ後遺症とか感染症は起きるかもしれないけども、ちょっと輸血をとりあえずして命を食い止めようよっていうような考え方です。これ真っ向から対立しますよね。どちらにしてもリスクがかかるっていう話になると思います。ここにですね、3人目のドクターが出てくるんですよ。これが現代貨幣理論 MMT なんですけども、何の後遺症も何の感染症も起きないからどんどん輸血すればいいじゃん。要するに将来の日本に何もね、心配することはないよ、お金をどんどんすれよと、大丈夫だよと、インフレターゲットさえ守っていればおかしなことにはならないよという形で MMT がね、出てきてるわけなんですよ。これには私たち国民も確かにそうだよねって思いますよね。で、MMT 理論が盛り上がったんだけども、実際はどうなのかっていうことで書いてます、最後に。しかし残念ながら MMT 理論が日本の政府によって受け入れられる可能性は少ないと書いてます。確かにね、消費税一つ下げなかったわけですよね。この未曾有の危機、100年に一度の危機、リーマンショックの数倍のインパクトがあるこのコロナショックに対しても、消費税は 10% を断行したまま一瞬たりとも下げようというね、議論にすらならなかったわけですよ。で、金は出さないということで麻生財務省がダメ出しをするわけですけども、まあね、何を考えているのかなってことですよね。ここにありますけども、麻生財務大臣は改めてインフレの懸念を指摘し、要するにインフレを懸念してるんですよ。インフレターゲットを設定してるくせに、
アベノミクスでインフレターゲットを 2% に設定したのに、麻生財務大臣はインフレを恐れてるんですよ。で、インフレが起きるからということで、これ以上の国債による財政出動は危険だというふうに言われてるんですよね。一体何が危険なんでしょうね。今、限りなくデフレ、止まらずに30年ですよ。平成時代っていうのがそっくりそのまま、デフレの加速によって、消費者はぶち壊され、給料は下がり、企業の業績は悪くなり、企業の業績が悪くなったけども、株価を支えるために、日銀は資金を注入して、一部の投資家だけがますますお金持ちになったと。特に2020年はコロナショックによって、なぜかね、株価だけが上がったんですよ。じゃあ株を持ってる人は儲かりましたよね。余剰資金で生活資金ではなく、余剰資金であらゆる金融商品を買っていた人はみんな儲かりました。で、そんな余剰資金がない方は、ますます貧困に拍車がかかって、これが二極化って呼ばれてるものなんですよね。まあ、確かにね、無尽蔵にお金をすると、国家の信任が、お金の信任が得れなくなるっていう危険性はあります。しかし、国家の信任って何でしょうかね。それは、日本に未来があるかないかっていうことだと思うんですよ。例えばね、50年後とか100年後の日本が、どっかの国に侵略されて、日本という国がなくなっちゃいました。っていうことになると、日本に投資した投資家っていうのは、日本政府がそんな壊滅的な状況になると、返してもらえないですから、そしてですね、まあ日本にお金を貸す人ってのは少ないんですけども、日本国債を買った人が、50年後日本がなくなってると思うと、国債は償還ができませんから、損しちゃうわけですよね。だから日本が将来50年後も100年後も、今よりも素晴らしい形で発展、運営されていることを望むわけですよ。これが国家の信任ですよ。ね。でも国家の信任が失われるってどういうことかっていうと、日本は30年後、50年後にはなくなってるんじゃないかと。政府は打ち倒されて、別の国の一部の土地になってしまうんじゃないかなっていうのが国家の信任が失われるってことですよ。私たちはどうですかね。このコロナ禍で十分な資金供給がされない国民が生活に困り、結婚ができなくて、将来世代がどんどん減らされて出生率も落ちてきたということで、未来の日本にはものすごくね、暗い影が立ち込めてるんですよ。これが国家の信任が得れないってことなんじゃないかなと思うんですよね。皆さんいかがお考えですかね。私はね、将来の日本っていうのが今本当の意味で信任が得れなくなるとすると、それは国債の増発ではないんですよ。国債ってものは単なる財政出動の記録ですから、そういうことはね、日本以外の国ではよく理解されてると思います。なぜなら、日本以外の国での財政出動は、国民とか、国民目線の飲食店だとか、小店にね、小さなお店に集中してるからなんですよ。特化してるからなんですよ。少なくとも、自国の株を釣り上げるために、資金をどんどん投げたりってことにはなってません。国民が、10年後、20年後、30年後、50年後も、今よりもコロナを、それこそね、コロナに打ち勝って、新しい時代を作って、生き生きと未来もこの国を運営しているように、運営してくれるようにというふうに、国民に対して、これで生き延びてくださいよと、将来の日本を頼みますよっていう形で、財政出動しているのが日本以外の先進国の姿だと思うんですよね。でも日本だけはですね、将来の日本人が生まれないように生まれないように、死に絶えるように死に絶えるように、そんな苦しみの政策しか出てないんですよね。生き残る日本人はもともとお金持ちだった人、その人たちは持っている株券とか投資債で金融商品でさらにお金持ちになることができる。その気になったら他の国に逃げることもできるわけですよ。でもどうですかね、大半の人たちはこの国で生きるしかない人たちばかりですよ、ね、余剰資金もそれほどまでない、切り詰めて生きるのがやっと。そういう人にこういう危機にですね、まさに人災天災、こういった時に何の保証もなければ死んでいくだけになっちゃいますよね。で、まさに自殺率は増加して、失業率は増加して、明日をも知れない、そんな暮らしになってるわけですよ。日本国民が将来に不安を覚える、これが本当の通貨の信任が失われた状態っていうんじゃないかなと思うんですよね。麻生財務大臣の本当にね、こんな間違った政策に私はね、100年後までね、恨みつらみを残すと思いますよ。それこそですね、あの頃の自民党政権、悪夢の自民党だというふうに言われる日も、そんなに遠くはないと思うんですよね。
じゃあ今回は以上です。